中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。今週は G3 共同通信杯が行われます。クラシックへの登竜門と言われる3歳重賞レース、私中村愛の注目は早速発表したいと思います。ズバリこちらです。ダダン。9番ジュンブロッサムです。なぜジュンブロッサムかと言いますと、なん、前走関東で走った馬で優勝馬と相性がいいからです。どういうことかと言いますと、こちらご覧ください。過去10年前走が関東だった馬7回勝利上げております。関西は3回なので関東の方が多いことがわかると思います。そして、なん、過去10年優勝馬の前走の成績、1着だった馬が6勝も挙げております。このことから前走関東でなおかつ優勝馬と相性がいいことがわかると思います。で、ジュンブロッサムはどうかと言いますと、こちら、ダン、前走東京芝2歳未勝利戦だったんですが、もちろん勝利挙げております。普通に勝利を挙げただけではなく、2歳コースレコード勝ちという快挙を成し遂げております。この時騎乗した武豊騎手と今回もコンビを組むので、折り合い面ではバッチリだと思っております。ということでまとめると、ダン、前走関東でレコード勝ちの実力に期待、重賞初挑戦初制覇期待してます。9番ジュンブロッサムに注目です。馬と未来とのコンテンツ、馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は、指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは36レースでした。その中でも日曜日に行われた中京12レースでは、4番人気、10番人気、2番人気で決着したレースを見事的中。3連単の配当はなんと13万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は京都記念のコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来と協力コラボを組んで、コラボ指数以外にも気になるコンテンツを展開中。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。